ヤクザの女って美人が多いですヤクザは実力がない自信がないからですね実力のある女の人っていうのはですね男を顔で選ばない不細工に希望とかですね 南海キャンディーズの山里 <laughs> 亮太さんが女優のアおいゆうさんと結婚しました。で、これ、美女と野獣とかですね、武才具に希望とかですね、いろいろ言われてます。で、あげくにですね、僕が見たらですね、私も山ちゃんと結婚したいという女の人が出てきてるというですね、なんかこう、インタビューとかも出てきて、もう本当かよって思ったんですけども。 まあこれに対してですね反論として中にはですねいやいやなんか山ちゃんっていうのは参考でしょっていうふうに言ってる人もいますいわゆる。 高学歴であってです、ね、身長も 178cm と高くてですねでおまけに収入も高いと参考じゃないかとじゃあどっちが本当なのかブサイクに朗報です山ちゃんでもやお万うと結婚できましたなのかもしくは実は参考だから選ばれただけだもうこれあのどっちもですねちょっと微妙に僕はあの違和感感じてるんです結論から言うともともと実力のある女の人っていうのはですね男を顔で選ばないっていうのが 結論部分なんですけど、これを展開しますね。なぜ女の人はですね、さっき話したようにですね、かつての山ちゃんを、つまりニュースが出る前の山ちゃんはブサイクでありえない、無理って否定して、で、男の人を顔で選ぶのかっていうと、これはあの、女の人に実力がないからですね、葵優は山ちゃんを選んでも、たとえ山ちゃんがブサイクと言われても、知ってるわけですね、葵優は。知ってるんだけども、別に山ちゃんと付き合って結婚しても、葵優は友達が減らないし、仕事も減らないし、周囲の目が、 気にならないですよ。ここがポイントでそれは何でかっというと、青い湯に実力があるからです、えー。ヤクザの女って美人が多いです。ヤクザって、大体美人と付き合うんですね。それは何でかって言うと、ヤクザは実力がない、自信がないからですね。で、実力がない、自信がないと、パートナーにトロフィーを選ぶ。 こういう傾向があります。もちろん世の中には実力があった上で顔が全てという趣味の人がいるんですけどそれはまあ趣味ですね。で同じくですね男の人もですね自分に自信がなければ女を顔で選びます。いわゆる生クリームモリのあのパンケーキがありますね。ああいうのばっかり食べたがるのと同じでですね何が美味しいのかっていうのを知っていればですねあんなのばっかり食べないわけですね。モリのパンケーキみたいなものを食べたがるっていうのはそんなにですね味のことを気にしてないからですけれどもですね。 自分には顔以外の価値がないというです、ね、なんとなくの不安があるからだというふうに僕は思ってます。でセレブっていうのはここから青井優の話に入ってます。 世間の価値より私の価値中心で動くんですよ。なので、人と同じものを欲しがるのは成金であって、自分だけの価値を持っていなければセレブではないというふうに、大体いいセレブの人は語ります。で、今、山ちゃんみたいな人と結婚したいと口走ってるような人は、単に、ちょっと欠点である人の方が自分だけを大事にしてくれるに違いないというふうに発想してるから、そういうふうに言ってるわけですね。なんでそういうふうになるのかというと、現代は法話社会だからです。法話社会っていうのは、 人口にしても経済にしても全体的に行き詰まりでこれ以上増えようがないっていうことをみんなが分かってる社会のことなんですけどそういう社会においては個々人の差っていうのはどんどんなくなっていきますだから個々人の差がどんどんなくなるからこそ微妙な差を気にしだすわけですね極端な金持ちや極端な貧乏が徐々に徐々になくなっていくのでその微妙な差っていうのをすごい気にしてお互いに追求するようになる。これが、社会の宿命で 微妙な差しかなくなるということはつまり女は男化するし男は女化するということです。女の人は男の人みたいに発想するつまり女性がおっさん化するわけですね女性が。だから親父化した女の人はまるで親父みたいなことを言うんですよ。つまり親父がですねその 純粋で可愛くて自分の言うことを何でも聞いてくれる若い女と付き合いたいっていう親父は言いますよねそれと全く同じことをですねそのおっさん化した女の人は言い出すわけですね純粋で顔がよくて自分のわがまま何でも聞いてくれる若い男と付き合いたいっていうのはですね今の平均の女の人が口走ることなんですねそれは何でかっていうと今の女の人はそうなんだではなくて単に女の人がですねおっさん化してるだけなんですねだから、和社会において、ててがなくなくってきてるから なんですね、これが女のおっさんですで。同じくですね男もおばさん化っていうのはどういうことかというともう恋愛なんかね面倒だわそれより韓国の俳優とか氷川きよしとか追っか,て追っかけてる方が楽しいわそれで十分それよりはおばさん同士で女子会してる方がずっと楽しいわガーッっていうのがわ。 おばさんです。すす今、極端に話してますよ、分かりやすいようになのでこれがおばさん化したです、ね、男の本音にどん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 近づいていきますだからアイドルの追っかけもです、ね、おばさんっぽい追っかけになってきて追、ね、っかけ同士の友情とかです、ね、交流の方にです、ね、価値を見いだしてしまうこれがですねその飽和社会の宿命というやつで男はおばさん化し女はおっさん化していきます。 まあまあ話を戻します。じゃあですね、あの山里さんとですね、葵さんのカップルはセレブだから今後うまくいくのかというとですね、そうとは限らないところがですね、面白いところでですね、女優っていうのはですね、あらゆる女優と結婚した 男の人が証言してるんですけどもですね、男よりも男らしいんですよね。だから遅かれ早かれですね、恋愛関係っていうのは破綻するか形式化するしかないんですよ。別に山ちゃんと青湯だけに限らず、あらゆる女優を嫁にもらった人のカップルの宿命というのはですね、恋愛関係というのは破綻するか形式化するかしかない。なんでかというと、女優っていうのは男よりも男らしい生き物だからなんですね。なので、 これまでの青い優の恋愛は続かなかったわけですね。青い優は魔性の女とかこうう大きい女と言われてるんですけども、多分僕は違うと思うんですよ。ただ単に男らしいからですね、続かないんですよね。同じその俳優、男優っていうのはですね、女らしいんですよ。女よりも女らしい。常に自分がどう見えてるのかを考えるっていうのがですね、その男の俳優の本質であって、女よりも女らしいんですね。で、女優というのは常に自分が交番表というかですね、その映画で言うと、 一番上にききたたががる、行きたがるってです、ね、男よりも男らしい競争社会の中に生きている男らしいよりも男らしくなってしまうのが女優なんですけどもですねなのでその女優さんの恋愛というのはあんまり続かないんですけどもですねところがですね山ちゃんはですね SM クラブではド M らしいんですよね。なので、その意味でね、うまくいくかもしれないと。とりあえず、あの、ブサイクとですね、綺麗な人とのカップルはですね、どっちにしてもあの、夢を与えることのですね、あの、幸せになってほしいと思います。この子、ここまでです。努力するほどは良くしてない、欲しくないと。女というのはリゾートマンションであると。 やると言われればもらってもいいけども、実はあんまり欲しくない贅沢品であって、いればそれでオッケー。別に無理やり別れたりはしないんだけども、もらわない限り別に欲しくないなっていう。あ、わかるわかるわかる。かるかる <laughs> こう女リゾートマンション理論ってすごい面白いですよね。なので、あの自分は結局彼女がいらないんだという結論、いらないんだという結論じゃないそうです。いらないんだじゃなくて、 いらないかと言われると相変わらず欲しいですよと。でも欲しいからってそれに関して努力することはリゾートマンション欲しいだろう。そうですね、欲しいですね。じゃあ、努力しろよ。いや、お断りしますよと同じでですね。<laughs> 聞かれりゃ欲しいけども、努力するのはまっぴらごめんっていうですね。これあの、かなり皆さんに合致するのではないでしょうかね。<laughs> わ <laughs> かる。<laughs> やばい共感する、それだと。山 <laughs> やばいよかったな。<laughs> 今日の視聴者は全部お前の友達だぞ。<laughs> コスパが悪い。そうなんですよね。コスパとか恋愛におけるリターンが低いっていうと、ついついなんかドライに判断してるとか合理的に判断してるというふうに考えがちなんですけども、 多分僕らの心ってもっと微妙でもっと繊細なんですよ。でそれをあえて路敵的に表現するときにコスパが悪いとかですね、リターンが低いという言い方をするんですけども、多分その本音は雑誌のプレゼントで当たったら大喜びでもらうんですよ。で、雑誌のプレゼントで車が当たったら大喜びでもらって、 免許を取りに行くぐらい大喜びするんですけども、だからといってゼロから買ったりはしないっていうですね。まあ今、ホンダや日産が困ってるあたりですよね。トヨタが困ってる。車買う人が少ないっていうのはみんながいらないと思ってるほど積極的にいらないと思ってるわけじゃないし、みんなが欲しいと思う率もそんなに変わらないんだけども、努力するのはそこまでっていう。 だからこのあたりのですね、コモディティ化っていうんですかね。彼女がいない、彼氏がいないことの一般化が進みすぎてしまって、いることを羨ましいというか、目指すべきゴールと考えられなくなってしまったあたりじゃないでしょうかね。大学院に行くみたいなもんですかね。リゾートマンション理論ですよね。リゾートマンションっていうのは贅沢だし、実はあっても、 年に何回も行かないと。結局休みの日っていうとハワイに行くしか考えられなくてリゾートマンション持ってるから旅行行くんだったらハワイに行かなきゃしょうがないと実家でですね熱海とかですねハワイとかに別荘あった人この放送の中でもいると思うんですけども覚えないですか家族旅行というと必ずそこにしか行かなくて何でうちの家には別荘なんかあるんだって言いう人って金持ちあるあるるなんですよ。それと同じでですね彼彼氏とかか女っていうのもなんかそういううう、のも、なんそ 金持ちの贅沢品であってですね、あったからといって必ずしも嬉しいものではないっていうものになり果ててしまったっていうのが正確なところだと思います。だからいつも同じマンションに行かなきゃいけないので、別荘とかリゾートマンションっていうのは人生を豊かにするんではなくて、人生の休暇の選択肢を狭めてしまう存在として受け取れると。同じように、 恋愛とか彼氏とか彼女っていうのは。人生を豊かにするものよりは、人生の選択肢を狭めてしまう存在として。なんか自分の中では映ってしまうというのが、いない理由だなというふうに思いました。純粋な尊徳感情で考えると、今のリゾートマンション論とかですね。テレビと同じ論みたいなものが。成立するというのが。やっぱりその上の方の世代の人に、あまりピンと来ないんですよね。何でかというと、僕を含めて、今の。 40代、50代以上の男女っていうのは恋愛しなければ全てが進まないというですね。いわゆる車持ってないと何もできないというのと同じような精神状態の人がすごく多いので、正直言って若い人が、彼氏とか彼女がいなくて平気っていうのが、その皮膚感レベルで納得できないところが正直あるんですね。では、そのですね、親父の理論ですね。 来月58歳になるですね、親父の代表としてですね、親父理論というのをこれから皆さんにちょっと語ってみようと思います。これは逆です、さっきのやつと。で、僕にとってはですね、前回ですね、彼女というのはスマホより便利だよというふうに言いましたけども、例えば海外で大災害に遭うと、たった一人海外で一人ぼっちになって、さあどうやって生きていこう、戦争があったらどうやってどうやって生きていこうとなると、最初に確保するのが食料、水、寝る場所ですよね。 で、多分僕、実際にそんなことになったら、その次に彼女を探すと思うんですよ。彼女を探すというのは、もう、あの、天外孤独で一人だった場合ですよ。そしたら、えー、海外で食料、水、寝る場所を確保したら、その次ぐらいに、じゃあ、付き合う女の子っていうのを探し出すと思うんですね。それは僕の世代はみんなそうだって言うんじゃないですか。多分僕は、その中でも特に彼女とか恋愛が好きな方だからと思うんですけども、これぐらいのですね、その、生活必需品レベルで、 考えてるんですよねそういうふうに考えてもらわないと50代60代ぐらいのおばさんおばあさん世代の人たちが恋愛してないこと彼氏彼女がいないことに関して本当に心配していろいろ聞いてくる理由が見つからないんですよその世代の人にとっては多分今説明したのはちょっと極端に言いましたけどもそれぐらいですね最初に思いつく選択肢のいわゆる異食自由を確保したら次は彼氏でしょ彼女でしょというぐらいの 存在だったんですね。だったという過去形。今の日本はもう違いますよ。だから本当に車と似たようなもんなんですけども、いるのが当たり前というかですね、いないことに理由がないと誰も許してくれないんですよ。だからあの皆さん職場でですね、あのおじさんおばさん世代からですね、学校でもそうなんですけども、なんでいないのっていうふうに散々聞かれる場合があると思うんですよ。で、それをなんでいないのをなんで答えなきゃいけないんだよと。もう本当にテレビとか車と同じで、そんなの持っててもしょうがないのにっていうのが正直な意見でしょうけども、 実際問題ですね。僕にとってですね、あの、女の人っていうのはですね、万能ふりかけだっていうふうに言ってたんですね。万能調味料だと。ご飯食べるにしても、映画見るにしてもですね、テレビ見るにしても、どっか行くにしてもですね、女の子と一緒だったら楽しいじゃんと。何にかけても美味しくなりますよ。味が倍になりますよと。だから、その醤油みたいなもんでですね、刺身食べる人は何にしても、醤油みたいに役に立つ調味料、家に置いとかない手はないだろうと。みんななんで調味料なしで人生,生きてんだっていうのが、 本当になんか僕にしても多分僕の世代よりちょっと上ぐらいのおじさん連中と話したらこの話題で盛り上がれるんですよ。なくてもある程度楽しめる。そうなんですよ。なくてもある程度楽しめる100も承知の上で <laughs> 僕の世界観としてはそうなわけですね。